はい、皆さんこんにちは。今日の YouTube アドレスの専門チャンネル、気上手になるにはというタイトルでお届けいたします。コミュニケーションに関したことです。で、コミュニケーションを理解するためには、そもそもコミュニケーションって何なのかっていうと、そのコムプラスユニケーション、コムっていうのはお互いに、まあ、トゥゲザーウィズの意味ですね。ユニケーションというのは結びつけること、お互いを結びつけて初めてコミュニケーションを成立するんだ。コミュニケーションは情報の送り手、受け手、これが記号というコミュニケーション媒体を通じて了解し合ったとき成立します。このことを押さえた上で、私が言いたいのは、コミュニケーションというとですね、すぐ伝える方ばっかり考えますね。だけど受け取る方が非常に重要じゃないかという側面で、今日は気上手の話をお伝えいたします。まずコミュニケーションというからには、聞くということの強さ。聞くという場合、3つの漢字が使われます。門構えの聞く。英語でヒアです。それからもう一つ、耳辺の聞く。3つ目は、ごんべんの聞く。で、これ、それぞれ意味があって、私は特にね、今日、リスン、真ん中のリスン、聞くを重視したいと思うんですね。で、真ん中のリスンは、集中して、今皆さんご覧のようにね、意識的、積極的、能動的に聞くのと。で、対象を定めていて、YouTube をね、見るんだ、聞くんだ。こんな感じですよね。一生懸命聞き漏らすまいとして聞く。で、これは、相手の関心に関心を持って、共感的にというんです。適度に質問を交えながら、相手のペースに合わせて聞く。ですね。それから3番目の聞く。これは、尋ねるでございます。で、言葉の由来を見ると、この聞くは、ごんべんですよね。こちらは門構えです。耳辺です。ごんべんで、右側は刃を意味するんですね。だから相手に対して刃のように切りつける。そういうニュアンスがあります。問いただす、尋問するわ。人の話を聞く場合、本当に相手を理解しようとするためには、2番目のリスン。聞く。これでやってほしいというふうに期待しています。じゃあ、そもそも気上手って何だと思いますか？皆さんちょっとね、お時間があれば、その、自分なりの気上手のイメージメモしていただくとどうでしょうか。で、私は気上手という点で言うと、重要なことは、自分の話したい欲を克服すること。これが先だと思うんです。つまり、自分自身をコントロールして聞くというモードにし、話したい。相手も話したい。だけど、こちら聞くんだと決めるならば、聞くチャンネルにして、そして、それこそね、もう3分間が傾聴するのだ。私、例え話として、インスタントラーメンカップ麺、ほぐれるまでに3分後がかかります。だとしたら、人の話を聞くためには、3分ぐらい聞くのだ。この心構え、お伝えしています。もう一つは、人の話を聞く場合は、ながら聞きではない。手を止め、膝を向け、目線を合わせよう。こんなふうなことを、後でね、実演を続けてお伝えいたします。じゃあこの3分間ルールの時何をしたらいいのか、観察してほしいんです。相手の表情、身振り手振り、その他ね、口調の変化、こんなことを観察すること、このことをお伝えしたいと思っております。で、特に観察する際は、これですね、視覚的要素、目で見える要素、いろいろあります。プラス聴覚的要素、耳で聞こえる要素、これがどうなのか。で、いちいち説明すると結構時間がかかりますので、かいつまんで申し上げますと、私は、あえて仏教用語を使って、気上手の場合は、相手の体の動きを観察していると、心理と相関関係にありますから、体の動きそのものは、心理の動きの反映であるとなります。そしてさらに、体の動きをしっかり観察していると、今、こんな風に心理が、この体に現れてるんだなということが読み取ることができる。これをお伝えしていますね。そして先ほどのスライドに戻りますと、この観察上手をやられた上で、おそらく皆さんが聞き上でメモされたこと、ご自分で考えること、相手を話し上手させる具体的な対応、スキル、この辺のところに行くと思いますけど、私はあえて一番最初は自分の話した誘惑を克服、コントロールしようじゃないか。そして2番目、しっかりと観察しようじゃないか。そして3番目、相手を話し上手にさせるような対応をしようじゃないか。まあ、こういうことをしていると、どういう効果があるかというと、人に好かれます。気上手な人は確実に人に好かれます。
いかがでしょうか。皆さんね、ちょっとイメージで話し上手ならぬ聞き上手な人をイメージしてるのね。一人二人。おそらくあなたに好意を持ってるという人でもあり、あなた自身もその人に好意を持ってるんじゃないかと思うんですよ。聞き上手な人は人に好かれます。そして聞き上手な人は情報が豊かになります。耳学問って言葉ありますけども、耳がたくさんの情報を仕入れることができる。そして三つ目、相手の対人サポートに役立つことができます。相手の方が話しているときに、時に話を整理したり、オウム返しにしたり、あるいは質問によってその人の本当に大事なことを引き出すことができる。で、これは対人サポート役立つと思うんですね。このような三つの利得があります。で、ちなみに人に好かれるということに関して、デール・カーネギーの人に好かれる六原則を出します。で、それは誠実な関心を寄せる。笑顔で接する。名前を呼ぶこと。名前は当人にとって最も心よい。最も大切な響きを持つ言葉であることを忘れてはならない。そして四番目。聞き手に回る。そして、相手の関心を見抜いて話題にする。6番目、重要感を与える。心から褒める。誠意を込めてとあります。で、ちなみにこの6項目、いかがですか？ほとんど聞くことに関係してますよね。ですからもう一度振り返ると、人に好かれるためには聞き上手であること。逆に言えば聞き上手な人の得られる3つの利得として、やはり人に好かれるという大きな点があります。で、ここで先ほどの聞き上手の手を止め膝を向け目線を合わせようというところをちょっと場面を変えてロールプレイでお伝えいたします。岩井課長、今よろしいですか？はい、先日私東北市長の方に行ったね、来ましたね、うん、その報告をしたいんですけども、うん、今よろしいですか？どういうよ、はい、うん、で、今回山形県にある ABC 製作所株式会社への訪問に行ったんですけども、うんうんうん、この会社が実は当社の製品 DEF にちょっと大変関心をちょっと持っておりまして、で、直接会ってちょっと説明してほしいということで今回行ってきました。ああ、そうだったね。はい。はい、納期とですね、うん、見積もりの打診を受けたんです。うん、なので、早速私の方で、うん、うちの製作部と打ち合わせの場を持って、同時に見積もりの方の書の作成を進めていきたいんですけども、うんうん、よろしいでしょうか？うん、まあいいよ。なんだかわかんないけど、やってくれてんだよね。はい。ね。いいんじゃない？はい。はい、じゃあ、そのまま進めていきます。皆さん、これはね、望ましくない例でございます。私はパソコンやりながら聞いてましたね。それから、なんか上の空のような感じがするんじゃないかと。どうでした、メッシーさん？本当にこう、話を聞いてくださってるのかなと。そうだね。いうような、はい、気持ちにはなりましたので。そうですね。で、感情も、やっぱりこう、冷めていく。いい話なのに、そうそう、だんだんこう冷めていくような、うん、気分になりましたね。で、これはね、先ほど言った手を止め、膝を向け、目線を合わせようとは、もう全然違う。パソコンやりながら、手を止めることもしない。膝を向けることもしない。時々ちらっと見るけど、目線を合わせることもしない。これはやってほしくない例でございます。聞き下手の一つのパターンでございました。ね、これは悪い例として、結構ね、皆さんやってるんですよ。新聞読みながら、雑誌読みながらとかね。それからなんかしながら、こう生返事で聞いてることありませんか？これは聞き下手でございます。で、今度は聞き上手をお見せいたします。上課長。ああ、はい。まず座って。あ、ありがとうございます。うん、失礼します。うん、先日の東北出張の報告をさせていただきたいんですけど、うん、よろしいでしょうか？どうだったね。はい。今回ですね、山形県にある ABC 生産で株式会社の方の訪問なんですけども、うん、当社の製品 DF。あ、DF ね。はい。それに大変ちょっと関心を示していただいて、直接会ってですね、うん、説明してほしいという依頼をいただいたので、私行ってきました。そうだったね。うん、はい。店舗の方から、うん、納期と、あと、その見積書の、ページの依頼をいただいたので、うん、まあ、こっちとしましても、うん、早速制作部と、打ち合わせの場を持って。そこまでやった。はい。うん、で、同時に見積書の作成も、ちょっと進めていきたいなというふうに思いまして。うん、まあ、あったね。ありがとうございます。確認も、うん、
と、あの、報告をさせていただいた、うん、ああ、そうです。あ、よかったよかった。はい、よかったね。ありがとうございます。誰にとってね、結構ね、苦労した回があったから、ね。はい、やりました。で、僕はこうやって報告聞いたけども、はい、なんか、あの、サポートすることあるかな？最終的には、先方のですね、前業課長と、うん、ウェブ会議になるのか、うん、あの、まあ、直接ああいうのわからないんですけども、うん、会合の場をちょっと設けたいなと思ってますので、その時にまた同席していただければなというふうに思っています。わ、はい、かりました。はい。非常に明確です。はい。本当お疲れ様でした。あの、吉報です。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございました。で、今度はいかがでしょうか。私は手を止め、膝を向け、目線を合わせ。で、椅子に座ってもらい、対等の目線でやり取りしました。感想を目線にいかがでしたか。はい。とてもこう話しやすくて、うん、で、やはり次にこうどういうふうに持っていくかっていうイメージを持ちながら話することができたんで、とにかくあの、大変聞いてくださってるんだなっていうふうに、あの、私もそういう印象を持ちました。はい。ありがとうございました。はい。で、今のあの、発言のようにですね、手を止め、膝を向け、目線を合わせよう。これ基本中の基本でございます。ね。これをやるだけで相当コミュニケーション違ってきます。ですから皆さん、ね、覚えてほしいんです。手を止め、膝を受け、目線を合わせよう。これを徹底してお使いいただくことを皆さんに期待しております。で、今日は聞き上手ということについてお伝えいたしました。珍しいコーナーでございます。で、ロールプレイをお見せいたしました。で、ヒューマンギドを今後ご活用いただきたいという願っております。アドレスベーシックコース。これがおすすめでございます。適用欄に書いてあります。で、法人研修もヒューマンギド結構やっております。カウンセリングマインド研修。私のこの本。これはまさにカウンセリングマインドの本で、アドラー心理学によるカウンセリングマインド育て方。結構これ売れてます。あまり知られた出版社ではありませんけれどもね。そしてさらには、仲間と共に学び合うということにおいて、入会、メルマガ登録のおすすめも、ぜひよろしくお願いします。いろいろヒューマンギドは展開しています。皆さんと今後ご縁をさらにね、深くできますことを願っております。本当に今日はご視聴ありがとうございました。